どうも、こだまるです。木太郎です。いや、小堀くんトレンド入りしてたね、ツイッターで。ね。うん。見つかった。いや、見つかったかなって。いや、なんか見つかってびっくりしてつい動画にしてしまう。<laughs> <laughs> まさかの八話のね、最初の感想が小堀くんのネタになるとはね。いや本当にそう。え、なんか私がさ、こうちょいちょい。 x スワンのね元 x スワンのウソ君似てるからって言って気にかけてたり投票もしてたりしたんだけどえここいやうれしいねちょっとね確かに僕ら結構ちょいちょいね動画でもねあの話題にな、うん、したりとかしてたから。うん いやーちょっといいねいやこれでこそプリュって感じしない、うん、このなんかねあとなんかそのもしあのやっぱり本当に覚醒してマジ人気が出たらなんていうの私めちゃくちゃ見る目あるなって勝手に思うっていうわ <laughs> かるわかるそうお宅の醍醐味だよねそれね <laughs> <laughs> あ見る目あるなプロデューサーかなって思っちゃうよね <laughs> 確かにやうんオタクの夢プロデューサーだからね基本的にでも,だでもね何でもあれだよこの番組のはもうみんな国民プロデューサーだからあそうだそうだ,そうだ私プロデューサーだったみんなもプロデューサーだしね結,結,結果みんなプロデューサーなんだけどまあ中でもそうだね、うん そうそうそう、うん、いやてかやっぱりなんかこう見てったらこの8話の内容で小堀君が発した発言だとかあとはもうステージも良かったりこのダブルコンボっぽいうん、うん、ほんここでね「シュー」の良さがね「<laughs> シュー」言いたいだけいやそうだよ「シュー」の良さがね <laughs> うんうん ななんだろうなんか最初無限大であんなになんかちょっとネガティブでねコ小瀬君に諭されてたというか怒られたシューとはもう違うもうを引き継いでいでるんかな、うん、<う>確かになんかしかもあのシュウがさバサに対して言ったあの下りあったけど。うん 別にさがどどううとか言ってないのよまあもちろんそうだけど、うん、で番組的にもそういうさ編集にもしてなかったけど、うん、だけど小堀くんの発言の中に小瀬くんを感じるっていう、うん、なんかあれがすごい良かったんよねわかるわかる<ー>もうねあれがあったからこそのこの発想っていうかこのマインドになったんだろうなって勝手に感じるよねいやそう感じるいやちゃんとシューは分かってて受け継いでた そうだねあんな若いのにねそういやちょっとなんかおもレし泣きそう <laughs> <laughs> またすぐ泣く <laughs> そういやーよかったなーうん、うん、だって結構バサって年上だけどそれでもねちゃんと臆せず言えるのもすごいし、まあ、その偉そうに言ってみたいなことをちゃんと言ってたけどいやーなんか立派だなーなんか立派になったねーと思っていやーほんとほんとそうね自信を持ってステージやらないと失礼になっちゃうと <laughs> <laughs> 名言ですね うん、名言てかささ思ったのがさ小堀くんさ、まあ、あのくだりはあったけど、うん、そこまで分量多くなかったじゃん、うん、ない別にさ小堀特集だったわけじゃないじゃんあのエメのさ、うん、チームもさ結構いろいろ問題あったからさいろんなところで、うん、そ,うそれなのにちゃんとあの一言でズバッとさ多分国の心をつかんだっていうかさなんか爪痕残せたっていうかさ、うん、そうだね でかこのステージも多分良かったっても,もちろんあるんだけどまずさそもそも私たちさあのちょっとリアタイできなかったじゃんキングダムの収録あったからであんまりそうこう見ないようにしててツイッターとかそれっぽいのそう,ネタ,そうネタバレ見ないようにしてたんだよねそう、うん、見ないようにしてたんだけどついうっかりツイッター開いたらトレンドギ上がってて <laughs> トレンドの一発目こぼりくんでさ <laughs> えっつって。 2> 2人しで何か,かすごい分量があってとかもしさなんかしたらすごいステージでなんかベネフィットがもらってたみたいな感じだったのかなって思ったんだけど実際に見たらそんなことなくていやこれ単純に見つかってるっていうすごいやつだよね。大きな分量なくこうがっつりトレンドに上がるぐらい。 でまあステージも見たらあの小堀くんってさもともと本んはなんか最初のレベル分けでラップが良かったからケンズさんにさラップの才能あるよって言われてたんよだから小堀くんって多分ラップずっとやりたかったはずなんでねでも今までできてなくてやっと A 名 A 名でラップになっていやああ<ー>そうそこからのあのさラップで開花した感じがいやマジ本当良かったねと思ってあそっかそっかラップやりたいんだそうだねでもそっか前回のさポジションバトルとか こうさもうラップがすぐ席埋まっちゃったから、うん、ボーカルになったりとかそうそ,っかそ,っかそうなんよ無限大まで、ね、強かったしねラップの人たちがああもうラップが強い人多かったもんねそう、うん、で今回このやっとちゃんとステージでラップ披露できてそれがさコウくんの自分のパートになった時の,このかっこよさいやーこれはね特に私が好きなのは V キャー前行けっつってこう前に <laughs> 前に来るやつ <laughs> いやかっこよかったあそこは。うん、あそこいいね。だってあそこ誰かトレーナーの先生すごいわーって言ってよかった。<笑><笑><笑>中曽根先生かな <laughs> <laughs> うんうんうん。すごいね。いやわかるわかると思って。てかもっと言うと私コンセプト評価の現場評価そんな。 なんだろうネタバレじゃないけど小堀君が良かったって噂だけは聞いてたんよ放送前になんか小堀がやばかったみたいな感じでねなんかで見てあそうだったんだと思ってたんだけどいや本当にそれでなんかこういざ放送されたら見つかったような感じになってていやー嬉しいよこれは。あーすごいねってことはさなんうのトレンド入りしたのはさやっぱ放送を見た視聴者の,あの,なんうの目に留まったからじゃん。うん、だけどちゃんとステージ見た人にも伝わってたってことだからやっぱ単純に本当練習風景の下りも良かったけど。 やっぱステージも単純にすごく良かったってことだよねだから うん、なんかそうなんか開花した感じがいいよねこういやステージで見せてくれるって最高じゃんいやーいいいいよやっぱこれでこそこれでこそって感じねでなんかさ本当にそのなんていうの、うん、自信を持ってステージやらないと失礼になると思うって言ってた通りの本当に自信を持ってねやってた感じがしたし、うん、いやなんか本当これは間に合うかな <laughs> 本当にいやーそう本当気になるのはそこだけだよね本、うん、本当本当間に合ってほしいんだけと、ね、なんかそう 放送終了後5時間ぐらいだからギリギリだギリギリ木曜と金曜の5時までだから2票しかないんよねもし入れたとしても、うん、新しくね新しく入れる人がねいや私もな私でほんととりあえずまだ見れなかったからとりあえずこれは小堀くんに何かあったんだと思ってすぐ小堀くん入れたからね入れ <laughs> てたよね <laughs> <laughs> であとさやっぱり小堀君の最後の挨拶ねあそこもねなんかこぼりぶちというかなんか前回の無限大の時も言ってたけどなんか練習生を応援してくださいいみたいな練習で全員をね、うんうんうん、う応援してくださいっていうところどういう人格なんすごいことなっとるよねいす18歳でそれできるってヤバくない、うん、<laughs> 普通自分が18であの舞台いたらなんか自分に投票してくださいみたいな感じじゃんうんなるよねそううわーこれちょっとマジでなんかあれね最終順位 最終今わかる最終の順位は週は25位だから、うん、いやー、20、20位か。まあ、21位なのかな、グローバル投票入れたら。ちょっとよくわかんないけど、ちょっと20位。どうなんだろうね。いやー。 ちょっと厳しい気もするけどけ、うん、でもワンチャンありえる気もするじゃんそうだねなんかベネフィットがあんまり大きくなかったら変動でね、うん、まあありえたかなともちょっと思うけど結構ベネフィットでこうね小堀君より下にいる人が上に行く可能性だってあるしそうだねグースバンプスは割と結構上位面が多いけども、まあ、笹岡くんとか上田くんとかがもしベネフィットで小堀君より上にいくと上がるのがね難しくなるからうんうんうん、まあ、どうんうう ななるんだろうねなんかさ小堀君高校で絵画したからやっぱもう一個しステージ見たいっていう気持ちが出てくるしね。デビューはもちろんしてほしいけど、まあ、まずデビュー評価にいってほしいね。 うん、そうどうなるんだろうねこれでもし本当に残ってそれでなんかこう上がり調子な感じでコブくんってだってまだあ一回だけちょっと下がったんか一回だけちょっと下がったうん、うん、でもまあ基本的に上がり調子の人だからそのままデビューに行ったら本当すごいよねシンデレラボーイだよ、ね、いやー本当とだよねそうだねいやー期待だねこれは私は期待してしまうなついちょっとうん、うん、でもこのなんかギリギリの感じもさちょっと楽しみだねなんかどうなるか、うん 来週でもこれで落ちた私ちょっとちょっとなんか私ちょっとダメかもしれん <laughs> なんか景色モノクロームになるうんちょっとモノクロームになるかもしれんあのねアイランドのケイ君を落ちた時も私モノクロームだったから <laughs> ちょっとこれモノクロームの元ネタみんな知らんからあれだな、ね、<laughs> モノクロームはね推しが脱落したら景色がもう全てモノクロームに見えてしまうっていう。<laughs> <laughs> 説明したいやーどうだろうね残ってほしい本当にね特にもともと小堀君をしてた人からしたらいやマジで今がチャンスってね、うん、いや本当に残ってほしいよねきっとねこれがね本当来週が怖,く怖いというかでもね楽しみというかうん。 もやもやまあちょっと一番注目するべきところじゃないかなそうだねあのこの後押推しカメランキングもやるけどや小堀くんね再生回数結構良かったからそこも込みでやっぱり期待ということですね。